2022年11月30日、安全地帯デビュー40周年記念ライブ、Just Keep Going 東京ガーデンシアター 4days の最終公演に行ってまいりました。タイムマシン安全地帯号に乗り込み、自分の過去を旅するように思えたライブの感想、セットリストなどをご紹介させていただきます。なんだか個人的な日記のような内容になってしまっておりますが、こんな風に感じる人もいるんだという一意見として聞いていただければと思います。それでは行ってみましょう。月末の業務集中に苦しみつつ、なんとか職場を抜け出し有明ガーデンシアターへ。会場時刻前から開いているグッズ販売コーナーを物色、ツイッターなどで話題となっている500円のガチャガチャコーナーを覗くと、私は今日のためにお金を貯めてきたんだからと言わんばかりに何度もハンドルを回すかつての乙女たち。これだけ夢中になれる姿がなんだかとても羨ましく、応援的熱視線を投げかけちゃいました。僕はいろいろ悩んだ末に2200円のタオルを購入、5年後の節目ライブまでガシガシ使おうと思います。偶然居合わせた同志の方と安全地帯談義に花を咲かせるうちに会場時刻となり着席。座席はステージに向かって右手の C ブロックの SS 席。先日 YouTube アップしたチケット取れない動画をきっかけに、幸運にもチケットを譲っていただける運びとなり、今日ここにいられるのが夢のよう。チケットを譲ってくださったラスカルさんに感謝を伝えるうちに開演時刻となりライブ開始。まずはセットリストのご紹介。1、紙吹雪の中でのあの頃へ。2、デビュー曲萌木色のスナップ。3、青い瞳のエリス。4、雨の演出の中でのプルシアンブルーの肖像。5、好きさ。6、青いバラ。7、熱視線。8、ガーデンシアターの夜にに歌詞変更したワインレッドの心。9、恋の予感。10、フレンド。11、ハーモニカが加わりバージョンアップした夕暮れ。12、あなたに。13、悲しみにさよなら。14、田中さんの最高の笑顔の映像で始まる情熱。15、真夜中過ぎの恋。16、背中で語るアマゾンズと共演、じれったい。17、スマホライトで会場が星空になった一人ぼっちのエール。アンコール、メンバー紹介。18、ハートが飛び、金銀テープが舞い、花火まで飛び出す I love you から始めよう。あの頃への音源が流され、再び紙吹雪が舞い散る中ライブ終了。前回の動画で安全地帯をずっと聞き続けてきたことが自分にとっての最大の価値、宝物になっていると語らせていただきましたが、青い光で包まれたまるで宇宙空間のようなライブ会場でもそれを再確認。1曲目あの頃への幻想的なメロディーに乗って現れたタイムマシン安全地帯号に足を踏み入れると、安全地帯を聞き込んでいた青春時代への時間旅行の始まりです。8曲目のワインレッドの心までは、前世紀と比べて玉木さんの声にツヤがないなど荒探しをしてしまう自分がいましたが、そんな気持ちに変化が現れたのが、今の季節にベストマッチな恋の予感とフレンドの圧倒的に美しいメロディーの2曲。体内の悲しい感じのビメロを感じ取るセンサーが激しく反応し、安全地帯が好きな理由を再確認。次の曲、夕暮れで若干平常心を取り戻すも、12曲目のあなたにの破壊力にビメロセンサーがレッドゾーンを振り切り崩壊。少し話がそれますが、僕があなたにの生歌を初めて聞いたのは、1990年の武道館での夢の都ツアーアンコールでした。このライブ、気になる子を誘って断られた経緯もあり、強く心に残っています。当時20歳だった僕は、自分を客観的に見る能力に乏しく、わざわざ苦手分野に飛び込んでは打ちのめされる日々にもがき苦しんでおりました。そんな中で聴いたラスト曲、情熱にもう一度頑張ろうと力をもらうも、アンコールのあなたにを聴くうちに、何もできない自分の情けなさに動けなくなり、
人の去る武道館の片隅で呆然とうなだれておりました。 Tonight 夜があなたをとても優しくする、という反則級の生歌の破壊力にこの時の記憶がよみがえり、心がかき乱されて異空間へと旅立ちます。玉木さんの声の艶がどうかなんてもう全く気になりません。もっと上の階層からガツンとわしづかみにされ、もうなされるがままのサンドバッグ状態です。次の曲、悲しみにさよならで、さらに昔の中学時代に一旦引き戻され、情熱で再び心は二十歳の武道館へ。ライブで聴く情熱は CD 音源よりもリズムやメロディーが少し前衛的というか、心を前のめりにさせる雰囲気となっており、かつて武道館で聴いたのもこんな感じだったと記憶がよみがえります。そして30年前同様、何もつかめない手のひらを実感する気持ち、何かをつかみ取りたいという情熱がよみがえります。まだ自分の中にこんなエネルギーが残っているんだと驚きつつも幸せな気分になりました。そこにさらに追い打ちをかける真夜中過ぎの恋のイントロ、もうこの時の気持ちを語る言葉なんてありません。受験、就職、引っ越し、合コンなど気合を入れたい時にいつも聴いてきた大好きなこの曲に、自然と体が動き出しノリノリマックス。曲の感想で、ふとあと何回真夜中過ぎの声を聞いて盛り上がれるのだろう、もしかしたら今回が最後になるのかも、なんて思いが脳裏をよぎると、より一層高く体が足が勝手に飛び跳ねる。自分より年上の方が多いと感じていた前席の方々も僕と同じように揺れており、まるでこの会場全体が30年前に戻っているかのよう。会場の方々の年季の入った揺れ方に、安全地帯を聞きながら共に時を重ねてきたという妙な連帯感。大満足、お腹いっぱい、もう帰ってもいいと心地よい脱力感に浸っていると、玉木さんと柿くん、アマゾンズが絡み合い、じれったいの演奏が始まります。今が昭和なのか平成なのか令和なのか、もうよくわからない状態で大モニターを覗くと、アマゾンズと絡む玉木さんの笑顔が一瞬少年のように見え、ドキッとしてしまいます。女性ファンがライブに通い続けるのはきっとこういうところなんだろうと妙に納得。そして一人ぼっちのエール、 I love you から始めようへと続き、最後雪のように紙吹雪が降りしきる中、あの頃へのメロディーが流れ、タイムマシン安全地帯号は現在へ帰還。今回のライブ、僕にとっては悲しい記憶に偏ってリンクしてしまいましたが、悲しかろうが苦しかろうが、その時その時を精一杯生きてきたことも実感、自分の原点、個性を再確認できました。また5年後、笑顔で安全地帯ライブを迎えるために、かつての失敗経験を生かし、短所よりも長所を見つめ、自分の好きなことを積極的に Just Keep Going 続けていこうと思います。まだ夢は始まったばかり。仕事も家庭もプライベートも、まだまだ攻めの姿勢でいこうと思います。今後も今までずっと聞き続けてきた、そしてこれからもずっと聞き続ける安全地帯情報などを発信させていただきますので、チャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。ありがとう。また会おうね。